共同組合沼津卸商社センターは、静岡県寸東郡清水町卸団地203番地に、ある卸売トンや等が集まって設立された組合である。同地及び周辺で運営している商業地域は、沼津卸団地と呼ばれる。卸団地は、複数の企業や商店からなり、静岡県東部を中心とした商圏を持つ、物流拠点となっている商業地域である。 同地域の南側には飲料や食料を中心に扱う食油市場があり、一般の個人でも商品を購入することが可能で、また同施設では個人消費者向けの小売単位での商品販売が行われている。食油市場以外の企業、商店でも個人が購入すること自体は可能だが、その場合は小売単位ではなく、 ケース内しカートン単位のまとめ売りによる販売が主体である。ただし地域内にも沼津卸商社センター内の需要に対応した小売り店もあり、こちらは小売りを専門とする。沼津市の沼津駅北口にあった市場や、その他の商店、卸売店が集まって、清水町と沼津市との合併を前提として造成された。食品関連10社、建材交材関連16社、 繊維関連9社、文具雑貨関連24社、食油市場22社等々から成り立っている。沼津卸商社センター組合会館は、給食品卸センターの並びにあり、清水町立清水中学校前の T 字路を入って行ったところにある。建物内には、簡易郵便局や、複数の飲食店、喫茶店、廃車があり、また併設された。 展示場では展示会などイベントが開催されることがある。食友市場は1999年に主に組合会館に通りを挟んで立地していた旧食品卸しセンターに店舗を構えていた複数の商店が移動する形でオープンした集合店舗である。前述の通り卸売から個人購入に対応した小売りまでを行っており、また定期的に特売日があり、 毎月第1期土曜日の3日間には、食遊祭と題した特売を行っている。商店の種類と取扱品目の詳細は、公式サイトを参照。定休日は日曜日で、それ以外の祝祭日は、正月の3日日とゴールデンウィークの一部、お盆シーズンの夏季休業を除き、毎日午前6時から午後5時まで営業している。北西北中央北東南西南の道を、 南東卸団地の案内図が、卸商社センター向かいに建てられている。ありがとうございます。